はい、ボノボの研究をしている横山高正です。今日は私が所属をしている NPO 法人ビリアボノボ保護支援課について紹介をしていきたいと思います。ビリア保護支援課について紹介する前に一つの動画を紹介させてください。実はですね、先日東京ズーネット YouTube チャンネルで、活動報告ですね、私たち NPO 法人の活動報告の動画を、アップロードしました。まあ、こちらの動画ですね、恥ずかしいんですけども私が喋っているんですけども、私たち NPO 法人ビリア保護支援会も、この東京ズーネットですね、東京動物園協会さんから、助成を受けて、活動を行っています。この活動報告についてですね、東京ズーネットさんの YouTube チャンネルで、紹介されているので、こちらも一緒にご覧ください。今回この動画ではこの NPO 法人ですね、私が所属している NPO 法人についてさらに詳しく紹介していきたいと思います。東京ズーネットさんの YouTube チャンネルでも私たちの NPO 法人の活動について紹介をされているんですけれども、こちらの動画でも紹介をしていきたいと思います。NPO 法人ビリア子ども保護支援会はワンバですね、ルオ学術保護区とその周辺地域のですね、森林保護の活動であったり、子どもの保全の活動、あるいは地域開発ですねに貢献するための活動をしています。2004年に設立されたんですけれども、主なメンバーは私たち子どもの研究者であったり、ルオ学術保護区ワンバでですね、人類学的研究をしている研究者によってメンバーは構成されています。もちろん研究者だけではなくて有志の方も所属をしています。やはり私たちボノボ研究者はですね、ボノボがいなければまずは研究はできないので、研究を進めると同時に絶滅危惧種であるボノボの保護活動というのを推進していかなければなりません。またボノボの保護活動だけではなくて、ワンバ村の地域の開発ですね、持続可能な開発にも貢献して活動をしていかなければなりません。ボノボ研究者にとってもちろんボノボは大切なんですけれども、それを研究するためには地元住民の協力というのも必ず必要なものになっていきます。だからこそボノボを保護するだけではなくて、地域住民をサポートしてその開発ですね、生活を支えていく必要もあると思います。ボノボの保全と地域の開発ですね、地域の発展をサポートすることがこのビリア保護支援会の主な活動です。こちらが実際に私たちの NPO 法人のホームページになります。実際にボノボがどういう生物なのかという簡単な説明と一緒に、どのような活動をしているのかという報告もしているので、ぜひご覧ください。この中でですね、今日この動画で紹介したいのは、実際にどのような地域住民のサポートですね、地域開発活動に貢献しているか、その活動内容について紹介をしたいと思います。例えば地域開発の支援ですね、の一つの例を挙げるとすると、こちら病院建設と医療品の援助というものを行っています。ワンバですと以前の動画でも紹介しているように、まずインフラというものがほとんどありません。水道、電気、ガスというものがほとんどありません。だからこそもちろん病院というものもありません。ワンバには病院がなかったので、隣の村ですね、一番大きな村だとジョルという場所なんですけども、そこまでバイクを走らせてですね、病院に行かなければいけないという非常に大変な地域だったんですね。だからこそ私たちの NPO 法人が診療所というのを建設しました。2008年にですね、診療所を開業して、そこでですね、簡単な治療ではあるんですけれども、ワンバの村人たちが診療所に通うことができるようになりました。この診療所の開業だけではなくてですね、今現在も医療品の支給であったりとか、必要な医療器具の支給というのを毎年のように行っています。また病院診療所の開業や医療品の支給だけではなくて、学校建設であったりとか、学用品の援助というのも行っています。ワンバには村が5つあるんですけれども、それぞれ小学校中学校とあるんですけれども、そのようなワンバの子どもたちが安定した教育が受けられるように学校を建設して、または学用品の援助をしています。私も2018年と2020年ですね、最近ですとワンバに行ったんですけれども、その時も学用品ですね、例えばボールペンであったり、ノートであったり、あるいはチョークですね、先生が黒板に字を書くためのチョークなどを5つの村に支給をしました。このような活動も行っています。または教育に関する支援で言えば、奨学金の支給というのもしています。ワンバ村の学生たちに奨学金を支給して大学に通ってもらって、
大学で教育が受けられるような支援もしています。また医療支援や教育支援だけでなく公共事業の支援もしています。ワンはですね、以前の動画もありましたように非常に道がですね険しくてですね、全然舗装されていないことが多くて、バイクや人が通るのに非常に大変な道になっている場合もあるんですけども、私たち NPO 法人は公共事業の投資ですね、例えば大きな橋、川に大きな橋がかかっているんですけども、その大きな橋を修繕するために人を雇って援助をして新しく橋を作り直すなどといった公共事業の支援もしています。もちろん地域開発、地域の人々、ワンボの人々の支援だけではなくてですね、ボノボの保護活動ですね、保全をするための取り組みもしています。例えばですね、パトロールですね、森林パトロール、違法な伐採であったり、森林の伐採であったり、密猟を防ぐための森のパトロールなどを村人たちと一緒に行っています。はい、以上が NPO 法人ビリアボノボ支援会についての紹介でした。もちろんボノボを研究するためには現地の人たちですね、ワンマの人たちの協力が不可欠です。ボノボの保全活動も大切なんですけれども、ワンマの人たちの生活をサポートすることも大切です。 NPO 法人ビリア保護支援会はボノボの保全活動と同時に地域住民の生活支援であったり、教育支援、医療支援、公共事業の支援をして、より持続可能な開発ができるようなサポートをしています。詳しくは私たちのホームページですね、下に URL を貼っておくので、興味がある方はぜひご覧ください。また私たちの活動に賛同していただける方がいらっしゃれば、ぜひご協力ください。